なるほどね。いいんじゃね。さすがローズハート寮長です。じゃ、俺は当日までにいろいろ根回ししとくね。頼んだよ。怪しまれないようにね。で、リドル君の作戦を聞いた結果、ジャック君はどうすんの？抜ける？卑怯な作戦ではなかった。今回は協力してやってもいい。こいつ、いちいち素直じゃねえんだぞ。じゃ、今日のとこは寮に帰ろうぜ。はあ、もうくったくった。俺様も腹減ったんだぞ。そうだ、一年生たち、今回は情報提供に免じて、校則第6条、学園内での私闘を禁ずの違反を見逃してあげるけれど、次に見つけたら全員首をはねてしまうよ。お分かりだね。はい、すいません。うっす。よろしい。では、寮に戻ろう。弱っちそうだと思ってたが、お前らのとこの寮長、怖えな。そうだよ。か弱いハリネズミと見せかけた超攻撃型山嵐だから、マジで逆らわない方がいいぜ。ラギ、お前昼間ハーツラビルの奴らに追い回されたんだってな。だからあれほど証拠は残すなっつっただろうが。まぬけ。違うんすよ、あれにはちょっと事情があって。証拠をつかまれたわけじゃないから、そこは安心してくださいっす。あのいけすかないオクタビネルのタコ野郎に高い代償払って協力させたんだ。当日しくじった。お前らをフライにして食ってやるから覚悟しとけ。メインディッシュの準備はバッチリ進んでるっせ。当日は絶対ディアソムリアの連中をキャイーンと言わせてやります。あ、決戦当日が楽しみっすね。ボロボロのマレウスドラコニアがレオナさんにひざまずく姿、きっと世界中が俺たちを称賛して、ハイエナの俺にも一流企業からスカウトが来るかもしれないっす。プロリーグからも引っ張りだこかも。まだ獲物に爪がかかった程度で、おめでたい奴らだな。そしてレオナさんの人気もうなぎ登れ。夕焼けの草原の連中もレオナさんの方が王にふさわしいって思い直しますよ。実力と決闘は違うんだよ。え？なんでもねえよ。俺はもう寝る。お前らも散れ。了解っす。おやすみなさい、レオナさん。この学園でてっぺん取った程度で全部覆るわけねえだろ。おい、起きろ。あ？なんでお前がうちの寮にいるんだぞ。朝のランニングついでだ。今日はマジカルシフト大会当日、寝坊されちゃたまらねえからな。あ、
そうだったんだぞ。絶対に犯人をとっ捕まえてご褒美にトーナメント戦にオンボロリをねじ込んでもらうんだぞ。じゃあ会場でな。二度寝すんじゃねえぞ。今年の客入りは上々。あとは各出店者の販売状況に目を光らせていなくては。この僕が運営委員長になったからには売り上げをごまかそうとしても無駄ですよ。寮長、コロシアムの整備が全て完了しました。10分後に選手の入場を開始します。ジェイド、ウロイド、ご苦労様です。ねえねえアズール、なんで今年は東校舎から会場まで選手の入場行進なんかすんの？さっきから行進待ちの客が富士壺みたいに歩道にびっちり、超歩きづらいんだけど。とある方からのご依頼でね。事情は詳しく聞いていませんが。ああなるほど。先日アズールが魔力の増幅薬を作っていたのはそういうことですか。何がなるほどなの？入場行進と魔法薬って話つながってないじゃん。しっ、誰かに聞かれてはいけません。声を落として。あ、もしかして悪いこと企んでる？しかしあの魔法薬は30秒ほどしか効果がない。彼は一体何をするつもりなのやら。アズール、あなたはもう何が起こるか分かっていらっしゃるんですよね。さあ、何のことやら。なんだよ、俺にも教えてよ。そろそろラウンジの設備を新調したいと思っていたところに悪くない依頼でした。さあ、無駄話はここまでです。時は金なり、次はドリンク販売ブースの方へ行きますよ。食い物の出店がいっぱいなんだぞ。チュラスにフライドケーキ、あ、スモークチキンもある。チェー、結局選抜選手になれなかった。同じく。だが僕たちには今日大事な仕事がある。気を引き締めよう。そうね、俺らはそっちを頑張りますか。あのたこ焼きって何なんだぞ。食べたい食べたい。あとでほら行くぞ。そろそろ選手の入場時間か。準備万端、いつでも行けるっせ。トップバッターは去年優勝寮のディアソムニア様だ。胸が高鳴るじゃないかなあ。じゃあ行ってくるっせ。ナイトレイブンカレッジ寮対抗マジカルシフト大会へご来場の皆様、大変長らくお待たせいたしました。いよいよ選手の入場です。まずは去年の優勝寮、3連覇なるか。君臨する先行ディアーソムニア。すごい見物人の数っすね。これだけいれば。まずアズール君からもらった魔法薬を。なんだこの味、まっつ、腐ったシチューみたいな味。気
気を取り直して行くっすよ。俺のとっておき魔法、さあヌーの群れみたいにみんなで走れ、ラフウィズミー。ん？何の音だ？なんだあれ。パレード見かけて突進してくる奴らがいるぞ。ああ体が勝手に溶け溶け。ああ、押さないで。逃げろ、押し潰されるぞ。諸突猛進する観客たちがさらに他の観客を巻き込んで暴走している。皆さん落ち着いて、落ち着いてください。ありましたよ。中堅見てたっすか。ああ、上出来だラギー。アバヨンマレウス、今年の王の座は俺がもらう。王様万歳。王様万歳。話は聞かせてもらったよ。これはこれは、ハーツラビルの皆さんがお揃いで、それにそこにいるのはうちの一年坊じゃないか。ハーツラビルに転領したのか。俺はただ今のあんたたちと肩を並べたくねえだけだ。この裏切り者が。伝統ある試合を汚す行為、厳格をモットーとするハーツラビル寮の寮長として見逃すわけにはいかない。あのな、お坊ちゃん方、正義のヒーローごっこはよそでやってくれないか。わざわざ敵の真っ只中に少人数で乗り込んでくるなんて酔っちゃってるっすね。レオナさん、やっちまいますか。軽く遊んでやれ。オフイズユアヘッド。つえ、寮長クラス半端ねえ。口ほどにもない。エース、デュース、まだやれるね。全然余裕。もちろんです。ちっ、やっぱりこいつらじゃリドルの相手は無理か。でもこんなことしたってどうせディアソムニアの奴らはもう手遅れっせ。ほほう、それは興味深い話じゃ。誰が手遅れだと。この通り、俺たちティアソムニア寮の選手には怪我一つない。
そいつらのおかげでな。え、あれ、お前らはさっき群衆に飲み込まれたはず。残念、あれは俺のユニーク魔法スプリットカードで増えて変装した俺くんたちでした。なんだと。俺、ディアソムニアの両服ちょっと憧れてたんだよね。着られてラッキーみたいな。後で間近めにあげようっと。なんじゃ、そういうことならわしの両服も貸してやったのに。リリアちゃんのは俺にはちょっときついかな。おい、この茶番はどういうことだ。リドルから話を聞いてな。一芝居打たせてもらった。じゃあマレウスは。もちろんご健在だ。先ほどの群衆の混乱も全ての人間をコロシアムまで安全に魔法で誘導してくださった。感謝しろ。そんなのありっすか。なあ、もういい。やめだ、やめ。ちょ、レオナさん、それってどういう。バカ、マレウスが5体満足で試合に出るなら俺たちに勝ち目があるわけねえだろうが。そんな試合に出たって意味ねえよ。俺は降りる。そんな、マレウスはともかく、タリオの有力選手はみんな潰してきたじゃないすか。なのにレオナさんが出ないなんて、3位にだってなれるかどうか。俺たちの夢はどうなるんすか。どれだけ世界が注目していようが、所詮は学生のお遊びだ。お前らが目キラキラさせて夢語ってんのがおかしくて、少し付き合ってやっただけだろ。なんで俺たちで世界をひっくり返すんじゃなかったんすか。キャンキャン、うるせえな。じゃあ本当のことを教えてやるよ。お前はゴミダメ育ちのハイエナで、俺は永遠に王になれない嫌われ者の第二王子。何をしようか、それが覆ることは絶対にねえ。ふざけんなよ。なんだよそれ。ここまで来て諦めるなんて。そりゃあんまりだ、レオナさん。ぶん殴ってでも試合に出てもらうぜ。黙れよ、ザコども。